ジャッカル2、俺たちは迅速に宮殿に入り速やかに脱出する。用が済んだら跡形もなく吹き飛ばすぞ。ラジャー、ジャッカル1、お茶の時間までには終わらせる。どうせ飲めたもんじゃない。バンカーを探してる。敷地の一番奥に入り口があると睨んでいるんだが。俺たちが援護しよう。その後タロン1が全員を無事に脱出させる。そいつはありがたい。それじゃあ取り掛かろうか。もう着くぞ。邸宅の門はこの先だ。油断するなよ、敵が待ち構えてる。随分慎重だな。たまげたな。サダムは地下に何百万と溜め込んでる。この金ピカのトイレも高そうだ。奴には大量破壊兵器の方が大事だ。この時間だ。
で何があったんだ。安全キャビネットだ。アラビーが言っていた検証だろう。そっちのハードケースは調べてみろ。何があった？クレードルだ。パンテオンは生物兵器を持ってやがった。それをサダムにも手渡したと。サンプルだろう。ここの状況から察するに。それは何だ？ディスクとロシア語のメモだ。プロジェクトリーダーはマトベイ・グセフ。知ってるのか？名前だけはな。グセフはソビエトの生物兵器プログラムバイオプレパラートの科学者だった。 CIA の記録ではロシアから逃げて姿を消した。グセフがパンテオンにソビエトの生物兵器を。いや、このクレードルは別の場所から来たものだ。俺がよく知っている研究施設からな。アメリカ製だ。アメリカだ。はい、要件訪問はそこまでだ。こっちを手伝ってくれ。上へ向かう。行くぞ。計画はあった？いや、だが必要なものはあった。海中地点を確保するぞ。宮殿目標に向かえ。珍しく同じ意見よ。